飛び出す桜の花の掲示物です。こんな風に開くと桜の花が飛び出してきます。これを閉じると、よいしょっと、こんな風に三角形の状態でぺったんとしまうことができます。それでは作り方です。まず正方形の台紙と同じ大きさにコピー紙を切ってください。このコピー紙を4つに折って4分の1の大きさの正方形を作ります。この正方形を使って型紙を作っていきます。まず8つに折ってください。最後の1枚だけ半分に折って桜の花びらを描きます。真ん中の方が桜の花びらのちょうど切り込みのある部分になるようにね。で、その線に沿って切ります。で、ここまで切るとこれが開きますので、反対側も同じように切ってください。これで花びら8枚の桜の花形になりました。折り目のところに線を引いていきます。最後に一箇所だけ花びらの形になるように角を取りながら線を描きます。これで型紙の出来上がりです。色画用紙の上に置いてコピーしたものがこれです。これを桜の花の色の淡いピンク色の画用紙に重ねてホッチキスで留めます。一度に 2,3 枚ホッチキスで留めて切ることができます。型紙の線に沿って切っていきます。この花びらも後で使いますので半分に折っておいてください。あとは周りを切っていきます。そしたら今度は先ほど入れた線に合わせてこんな風に折り筋をつけます。
内側へ内側へ折ってください。これを7枚作ります。花びら1枚分がのりしろになりますので、後のところにおしべを描いていきます。ここでは金色の絵の具を使っていますが、黄色でも構いません。それから金色のボールペンやマーカーなども、売っていますから、それを使っていただいても構いません。自由に工夫してみてください。台紙の方にも飾りを入れておきましょう。周りから5ミリぐらい入ったところに線を引きます。これもボールペンやマーカーで構いません。桜の花を貼っていきます。こんな風に3枚ずつ重ねたら、残りの1枚がのりしろです。この部分にのりをつけて貼り合わせます。おしべを描いてないところを貼り合わせます。これを7つ作ります。こんな風に並べてください。まず1枚目の端に糊をつけて1つ目を貼ります。中心も合わせてくださいね。端だけ糊をつけるのがコツです。次3枚目はここに糊をつけて中心が合うようにしっかり押さえてください。木工用ボンドなどを使っても構いません。今度は3箇所です。そこにこれを載せます。4枚目ですね。次は2箇所につけます。でそこに最初のと重なるようにこういうふうにぴったり重ねてしっかり押さえてください。反対側も同じですね。最後の1枚は途中と同じです。ここ3箇所ですね。糊をつけてぎゅっと押さえてください。そしたら糊がはみ出ている場合もありますから、ちょっと確かめて、もしくっついてないところがあればそこもくっつけてください。だいたい貼れたようです。強く開くとのきますので気をつけてくださいね。今度は台紙の方です。正方形の台紙を直角二等辺三角形になるように折ってください。この折り目の対角線のところに花びらの下側が合うように、で花びらの先がこの頂点のところに来るように持ってきます。
で、この部分だけ、一箇所だけ乗り付けてください。しっかりと押さえましょう。そのまま裏返して、反対側も一箇所だけ乗りをつけます。これで乾くまで待ちましょう。切っておいた花びらを用意してください。ここを持って、花びらの端を持ってゆっくり開いてください。これでも十分豪華なんですが、ここに花びらを足していきます。端っこに糊をつけたら、花のところに貼っていってください。バランスを考えながら貼っていきます。場所によっては開きにくくなったり、閉じなくなったりしてしまいますので、場所を考えて貼ってください。これで完成です。ここギュッと押さえたところを押しピンで貼ればいいわけですね。そしてこうやって畳めばぺったんこになる、なってぺったんこにしてしまえます。実際に壁に貼ってみましょう。押しピンなどでしっかり固定できる壁に貼ってください。一枚一枚分かれていますから、レイアウトが自由にできるのも魅力です。こんな風にケージができました。広い壁面に貼るときにはもっともっとたくさん作って貼ってください。